いつも YouTube チャンネル見ていただいてありがとうございます。今週からは、オフィスケアを使った運動をやらせていただいてます。昨日はね、下の方、プシャップっていうのをやらせていただきました。さあ、今日はですね、ちょっと、後ろのね、こうタプタプのところを、しっかりと動かしていきたいと思います。肘掛けですね、オフィスチェア大抵あります。この肘掛けにしっかり手を置いて、挟むような感じで置いて、で、肘がしっかりと90度。ね、高さがね、調節できないのが難点ですけれども、で、もし、まあ、調整ができる椅子を使ってらっしゃるようでしたら、ちょっとこう、上に持ち上がる感じで調整していただけたらと思います。この状態で、グッと押して体を持ち上げていきます。で、下ろします。足は浮かせてもいいし、大変だったらついといてもらって、上げて、下ろしてでも大丈夫です。自分の体自体をこうしっかりと持ち上げて、下ろす。でも大丈夫です。しっかりとこの腕の、ね、筋肉でグッと押してくるっていうのをイメージしながら、10回やっていきたいと思います。じゃあ最初はまず足をちょっとついた状態からいきますね。はい、10回いきますよ。3、はい、1、2、3、4、5、6、腕が真横に来るようにしてね。8、9、10。はい、結構です。少し休んでね。さあ、もし行ける人がありましたら、足を少し持ち上げた状態で、はい、自分の体全体を10回持ち上げて行ってみます。無理だったら、ちゃんと足つくんですよ。無理しちゃいけません。いいですか？体の真横に腕が来るような状態にした状態で、はい、プッシュアップしていきます。はい、1。2、3、4、5、6、7、8、9、10。降りてくるときにドシンっていかないように、していただくとより効果があります。ね、ドシンっていくとね、お尻痛くなっちゃいますから、足ついてる時も足ついてない時も降りる時を大事にしてゆっくりと降りてきていただけるといいかなと思います。お疲れ様でした。